動物の友達と VTuber とラジオと、この配信はペンギンバーチャル YouTuber 七種のアダリーペンギンが動物に関する情報を発信することで、リスナーに実際に動物園や水族館へ行くきっかけを作ってもらおうというポッドキャストです。昨日帰ってきまして、そのまま生放送しまして、全部吐き出しましたね。なので、まあ、僕も疲れましたけど、皆様も2時間も聞いてくださいまして、お疲れ様でしたという、そんな感じですよ。よくぞまあ2時間も聞いてくれましたねっていう、そんな感謝も込めて、お話ししてましたけども、まあね、ちょっと昨日がさ、まあ、早速動物の話しようと思うけど、昨日が世界動物の日ということで、まあいろいろと企画じゃないですけども、催しというかっていうのがあったみたいなんですけども、だから昨日本当はそういう話とかした方が良かったんだけどね。ただですよ、ちょっと気になるニュースっていうか、まあ、言っとかないといけないなっていう、まあ、ニュースというかちょっとあったので言っときますけども、スナネコが販売されてる、来週販売するっていう、近々販売されるよっていう、そういうお話ですね。でこれ言ってるのが猛禽屋っていう猛禽類の販売店、まあ、猛禽類以外にもなんか他のエキゾチックアニマルを販売してる会社らしいんですけども、まあ、お店みたいなんですけども、そこがもうスナネコ入りますよ、来週入りますっていうことで10月の1日にツイートされておりまして、しかも、日本に輸入された状況を調べてみたみたいなことを書いていて、で、今年は3月に1件15頭、去年は10月に1頭、同じく11月に1頭って合計30頭ってなんか、書いてるんですけども、なんか悪びれる様子がないんですね。いろいろとこのスナネコって問題になってるし、僕も生放送でスナネコは殺処分されました、検疫で止められた上に殺処分されましたし、現地でスナネコを繁殖させるような場所っていうのは確認されてない、まあ、ブリーディングしてる人たちっていうのは確認されてないから、飼育っていうのはできないよっていうふうに言ってる中において、こうやって、売ろうとしてる、もうどんどん売ろうとしてるっていう人がいるわけなんですよね。で、まあ、去年、の前は前例がないそうですって、そして日本に輸入された個体には全てマイクロチップが入っているそうですなんでね、でおりますじゃないんだよね、あんまり分かってないよねこの人ね。販売してるんだったらば、そこは確定だったりとかご安心してくださいみたいなことを書くべきだと僕は思うんですけども、まあ、そう書いてないですよね。でお問い合わせお待ちしておりますっていうことだから、まだなんだろう、企業じゃないや、まあ、団体だったりとか動物園とか無形ではなくて、一般人だったりとか、そういう一般の人たち、一般のそのエキゾチックアニマルの、愛好者の人たちに向けてそれ言ってるんだろうなっていうふうに思うんですよ。ただね、僕の中で思うのが、こういうエキゾチックアニマルを売ってる人たちっていうのは大体顧客がいるんですね、お金持ちの。でそういう人たちに向かって、まあ、入りましたけどどうですかっていうのであれば、別にツイッターで告知する必要はないと思うんだけども、なんでわざわざ、本来はそうやってそういう人におすすめして入りましたどうですかって言ってきゃいいんだろうけども、なんでわざわざツイッターで言うんだろうなっていうのはちょっと気になりましたね。そこら辺が何か販売以外の目的じゃないけども、宣伝効果とかっていうのも狙ってツイッターでつぶやいたんじゃないのかなっていうふうに僕は懸念しましたね。であと、まあ、このスナネコ写真が載ってるんですけども、この写真見てる限りだと相当警戒してるし、なんかね、ちょっとあんまり毛並みも良くないんじゃないかなっていう感じしてますね。どうなんでしょう、もうちょっとね、この辺、まあ、猛禽屋さんはどういうお店かっていうのはよくわからないですし、ここでお前ここはダメだとかっていうことは言いません、あえて言いませんけども、ただまあ販売店っていうことをやってる割には知識がなさそうだなっていう感じしますね。文章を見てても、スナネコの砂が普通の漢字の砂になったりとか、カタカナになったりとか、あとちょっと文章がおかしかったりとかね、他のツイート見ててもするので、怪しさが満載なんですよね。
まあ、これに関しましては、スナネコのことに関しましてはピースという、団体が、まあ、報告をしているのが記事がありますので、まあ、そちらを合わせて皆さん見ていただければ、あと僕は生放送で喋ってますからね、そちらもノート、これアンカーじゃないや、ポッドキャストの方に書いておきますので、そちらの方をご覧ください。まあ、そんな感じで砂猫がまた密輸されてますよっていう話で、これはやっぱ止まらないんだろうなっていう感じしてますね。ただやっぱりこれから先止まらないからって言ってこういうのの啓発を止めてしまうと、もっとひどいことになると思いますから、僕はこれについては言い続けたいなと思っておりますので、まあ皆様ぜひね、ご賛同できる方はご賛同していただいて、で、あと、まあ、今さっきちょっと見たんだけども、ツイッターで、カラアキラさんっていう、まあ、フォロワーの方がいらっしゃるんですけども、その方がね、今スナネコが特定動物、まあ、一般人では飼育できないような特定動物に指定してほしいっていうことで、チェンジオルグで、まあ、署名を集めてるみたいなんで、そちらもねよろしければ皆様、これもちょっと URL 添付しておこうかな、ぜひぜひお願いします。で、そうそうそう、今ちょっとツイッターを見て書いてますけども、このスナネコって多分獣フレンズから流行り始めた生き物だと思うんですよね。で、獣フレンズの中のスナネコの紹介だと、アメリカの動物園にインタビューして、で、あの現地取ってきてたわけですから、それでなんか流行って獣フレンズのせいでスナネコが輸入されてますっていうふうに非難されるようになったら、やっぱ獣フレンズ好きとしては最悪だなと思いますので、皆様ご協力をお願いします。